南口明天駅は千葉県市川市富浜一丁目にある東京地下鉄東西線の駅である。駅番号は T21 東西線の駅では最も新しい。かつては下明天信号所と呼ばれ、行徳建築への入出庫線が分岐し、行徳駅始発電車が待機する場所だった。当駅開業と同時に行徳駅を始発、 終着としていた列車はすべてあたり駅始発、終着に変更となった。島式ホーム2面4線を有する3階建ての高架駅であり、外側の1.4番線が本線、内側の2.3番線が対比線である。ホームの最大幅員は、中野方面が10メートル、西船橋方面が6.5メートルとなっている。近くに深川県尺行徳分室があり、 入手小駅となっている。二千十五年六月十二日から向かいや実る作曲の発車メロディを使用している。曲は一点二番線が A レインザメトロ、三点四番線がビヨンドザメトロポリスである。二千二十年度の一日平均乗降人員は四万二百七人であり、東京メトロ全百三十駅中七十一位。利用者数は東西線二十三駅のうち、 第19位。開業以来利用者数は増加し続けている。開業後の1日平均乗降人員、乗車人員の推移は以下の通りである。南口周辺の陽成駅南側に、首都高速湾岸線、千葉県道179号船橋行特線が走り、駅北側には、千葉県道6号市川浦安線が走る。江戸川の川口付近は、ゼ釣りの名所として知られ、 東西線の江戸川橋梁付近には、釣り船が多く係留されている。駅東側の明天地区は、隣駅の名前にもなっている、行徳地域の一部で、1989年2月27日に、行徳地区で最後に区画整理事業が開始された。高架下には、MAV 明天が広がる。イオン市川耐え天ん特寺東口ロータリーに、 京成トランジットバスの路線が乗り入れている。ただし、朝の時間帯は、駅南東側の富浜停留所からの発着となる。2010年7月16日からは、富浜停留所に、羽田空港行きリムジンバスが停車するようになった。注車区手展。ありがとうございます。